本当に僕村瀬くんの声好きなんですよ。はいはい。なんか、まあ、不思議なもんで波長なのかな分かんないですけど、うん、声聞いてると結構ムラムラするちょっと村瀬くんの声に若干こうムラムラ大丈夫かも大丈夫か大丈夫か確かにあの子すごい可愛い声出すからね本当に女性みたいな声出すからね。そうあの若干あれ姫宮可愛いなってなって、うんうん、これちょっと新しい扉開くかもしれない。いやそれちょっとあるの分かります分かります。なんか村瀬くんの声、ね、ムラムラするんですよ。なんかちょっとね、はい、なんか前僕別現場で、はい、ちょっと前田さんやめてくださいよってあの可愛い声で言われたことあるけどちょっとなんかお前ちょっともう一回見てみたいな感じになったもん。確かに可愛い、可愛い、それは分かる。でも例えばこれ別の現場でも話したんだけど、はいはい、村瀬くんが、はい、じゃあ江口くん実は僕女なんだって言ってきたとしたら、はい、それ受け入れられる。いやちょっと一回なんかなんだ一回一回お酒飲もうって一回お酒飲もうっていろいろ喋ってみて受け入れられるそれ瞬時に。いや瞬時あでもだから混乱するから、うん、ちょっとじゃあその受け入れるために、うん、ワンクッション置くためにちょっと飲みに行こう飲んだ後が心配だけど飲んだ後どうすんだよベロベロに酔っ払ったらなんかいろいろと受け入れられるかもしれないですけども、まあ、聞くとどうなっちゃうんでしたっけムラムラなんか、うん、僕もいろんな人からその言われるんですけど、うん、江口さんが僕の声にムラムラしてるらしく何を言ってるの江口さん。いやなんか村瀬くんの声にムラムラするムラムラするっていう風に言われてる中でこのキャスティングが起きたので、うん、いよいよちょっと危ないかもしれないと思い何かちょっと裏ですごい力が働いててすごい力が働いててちょっと飲みとかに誘われたらちょっと二人きりだと危ないなみたいな村瀬くん可愛いかえちょっと待ってあれ江口さんの様子がちょっとおかしいぞ可愛かった優しく抱いてあげますね